こんにちは、日向陽一です。今回は、離婚回避の夫婦カウンセリング、よくある質問ということで、一人で受けた方がいいですか、二人で受けた方がいいですかということに、お答えしたいと思います。結論から言うとですね、二人で受けられたら受けた方がいいです。で、どういうことかっていうと、二人で受けるっていうことは、少なくとも離婚したいって言い出した、例えばご主人とか奥さんと離婚したくないと思っている、自分っていうのがいるわけですよね。で、離婚したいと思ってるけどカウンセリング受けてみてもいいよっていうふうに、ご主人とか奥さんが思ってるのであれば、一緒に受けられた方がいいと思うんですね。で、それがどういうことかというと、私が今提供している、カウンセリングっていうのは、8回のコースっていうのがスタンダードになってるんですね。で、よくあるパターンというか、奥さん旦那さん、いわゆる2人で受けたいっていうケースは、夫と妻がそれぞれ、3回ずつ別々に受ける。で、これ6回ですよね。で、最後の2回を、2人で受けるっていう、ケースが多いです。で、これどういうことかっていう と、その心の面っていうか、それをお互いに別一緒だとやっぱりあんまり深く掘り下げられない部分っていうのがあるんですね。ですので、この、3回っていうのは何をやるかっていうと、自分の人生を振り返る、そして、男性と女性の違いを知る、そして、相手の、気質を知るっていう、この3回をそれぞれやるんですね。で、自分のことも分かって相手のことも分かってくる。で、ああ、相手はこうしてほしかったんだっていうことが分かってくるので、それが終わってお互いのことをだいぶ分かってきてから、最後の2回はお互いの気持ちをシェアし合うというか、分かち合うという形になります。ですので、2人で受け入れたら受けた方がいいです。で、ただですね、実際には圧倒的に1人で受ける方が多いんです。で、さっき結論で申し上げますって言ったけど、2人で受けられたら2人で受けた方がいいんですけど、それができない場合の方が多いわけですよね。もう離婚したいって言ってるんで、もう無理っていうふうに相手が言ってるんですよね。で、それに対して、無理やり連れてくることはできないので、1人で受けるという形になります。それで、それも OK っていうか、そのケースが多いんですよね。で、それは、いわゆるスタンダードのケースというか、私がよくやるケースで、お一人の方と、その相手、奥さん旦那さんに関して、一緒に考えていくということですね。で、そういう意味で、そういう意味というか、で、2人で受けた方がいいっていうのは、相手がカウンセリングを受けてもいいよって思うっていうことは、もう相手も回復したい、修復したいという気持ちが、かなりあるっていうことなんですよね。だから、こっちの方がハッピーエンディングになる可能性が高いわけですね。で、じゃあ一人で受けたら意味がないかっていうと、そんなことはなくて、一人で受けて回復するケースっていうのもかなりあります。ですので、できれば2人で、で、それが難しければ1人ででも大丈夫ですよっていうのが、お答えになります、ね。で、実際にはこれはよくあるパターンなだけで、いろんなケースがあります。一旦、奥さんとだけ話すとか、その変わるとか一緒に受けるとか、その必要に応じて、それを割とフレキシブルに変えていきますので、そういう意味では2人で受けますって最初に決めたから2人で受けないといけないとか、1人で受けますって言ったから途中から奥さん旦那さんが入ってきちゃいけないとか、そういうことは全くないので、状況に応じてカスタマイズして合わせた形でやることが可能ですので、その辺はご安心いただければいいかなと思います。
ということで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。